ケンちゃんバスの路線車両ケンちゃんバスは、丸立翼交通が埼玉県上尾市を中心に運行する路線バスである。名称は、以前の運行事業者であった丸立自動車社長の元村健二による。それまで特定輸送やぐるっとくんの運行受託を行っていた丸立自動車が2003年8月18日より、上尾駅東口から、 埼玉県道1 5 5号上尾蓮田線を経由し、従来の路線バスや、コミュニティバスの空白地帯である稲城の埼玉県立が、ん、センター、丸山駅蓮田駅西口間と、上尾駅西口桶川駅西口間に、あとの2から5系統である路線の運行を開始した。上尾駅東口蓮田駅西口間は 8km 弱の距離があるものの均一運賃制である。 どちらも上尾駅周辺は、旧東部バスの路線を継承した朝日自動車勝部、営業所、東部バスウェスと、上尾営業所の路線と競合しているため、両社を合わせると通勤時間帯は多頻度運行となっている。2008年3月11日に利用者が少ないに、系統と5系統を廃止し、2009年4月30日に、3系統、4系統、10系統を廃止。 2009年5月11日より、大人150円から170円、小学生以下80円から90円に、2011年5月23日より、大人190円、小学生以下は100円に運賃を値上げした。消費税率の改定に伴い2014年4月1日より、大人200円で、小学生以下100円となる。2010年2月11日、 北上尾駅稲学園間の新規路線が開業した。準競合状態となる上尾駅稲学園間の路線を運行している朝日自動車商部営業所が区間運賃制の運賃の上限を170円にして同額とする対抗策を発動し、ケンゃんバスは2012年4月1日付で当該路線は廃止となった。2005年頃に東部バスが多頻度運行していた。 上尾駅西口と西上ゲ第一団地間を循環する路線を開設すると東武バスも同様の循環路線を開設しケンちゃんバスが路線廃止に追いやられている2011年9月1日羽生田駅西口県民活動センター間北本駅東口を起点とする北本東口循環の新路線に系統の運行を開始した2018年3月1日 大宮駅西口循環線を開業し、埼玉市に路線を開設。大宮アルシェと大宮駅西口ドム、ショッピングセンター間の指導場に設置した大宮駅西口バス停を起点に、鉄道博物、建前大制3丁目西新町1丁目、太平公園前を経由して、大宮駅西口へと運行する。なお、大宮区への路線開設に際して経緯は公表されていない。 大宮駅西口循環線開業時に配られた路線ズイリーポケットティッシュ2019年2月12日大宮駅西口循環線の市営駐車場前から鉄道博物建前館に桜木町三丁目バス停を新設合わせて埼玉新都市交通稲線との並行区間である大宮駅西口鉄道博物建前館の区間に限って運賃を100円とする バス停新設のお知らせ2019年4月1日、開業時期が遅れていた世の循環線を、大宮駅西口循環線として運行開始。大勢先回りと同じ停留所から、上落合、イオンモール世の世の本町西五丁目泉高校を経由して、大宮駅西口へと運行する。合わせて、大宮駅西口で大勢先回り。 世の本町先回りの乗り継ぎ割引を開始した。丸立て自動車の経営破綻により、2021年2月16日以降は事業を譲り受けした丸立て翼交通が運行している。桜木町三丁目バス停に掲示されている開業日と、大宮駅西口鉄道博物館前100円の表示2008年3月11日廃止2009年4月30日。 廃止2012年4月1日廃止2012年4月30日廃止 UD、トラックス、三菱不装、伊須津自動車、日野自動車の車両が用いられており、国産4メーカーの車両が採用されている。7メートル小型車が主力であるが、輸送力増強のため数台ではあるが9メートル中型車と10.5メートル中型ロング車も導入されており、CNG 車も存在したが、 クレシ交通局に売却された。マイクロバス改造車以外は原則ノンステップバスで車椅子の乗降に対応している。マイクロバス改造車は後部にある車椅子用リフトで対応し、外観は全体が緑色で黄色のラインが入っている。また前後には口を大きく開けた子供のような顔に、ケンと入ったケンちゃんバスのマークがついている。 方向膜は全て LED タイプのものとなっている。ありがとうございます。